郷道隆は日本の経済学者。専門は財政学、公共経済学。学位は修士。山口大学経済学部大学院教授。金融論の研究者。地域金融のシステムのあり方を中心に新しいマクロ経済モデルを追求、研究。日本金融学会理事。生活経済学会理事。山口大学教育機構アドミッションセンター長。 1989年、山口大学経済学部経営学科卒業。1994年、神戸大学経済学研究科単位取得満期大学。金融論、博士課程。同年、山口大学経済学部講師。1996年に、同大学助教授。2004年に、同大学教授を経て、2010年。 同大学院経済学研究科教授に就任。日本金融学園委員。2011年7月から2013年3月。大学教育機構アドミッションセンター長に就く。山口大学教育研究評議委員会評議員。生活経済学会理事。日本金融学会理事である。金融学に興味を持ったきっかけとして、小学生の頃の第一次オイルショックや、 中学生の頃の第二次オイルショック、その後のバブルの時代からデフレへの経済の移り変わりを体験し、経済状況の変化と国民の生活への波及との関係に着目。変化する経済に対応していく社会を構築するという視点で研究に取り組むようになった。山口大学研究者総覧、兵道隆史 AB 兵道隆国立大学法人山口大学 えっと、プロフィール、兵道隆史、研究者リサーチマップ、兵道隆史ナビ神戸大学経済経営研究所神戸大学、金融研究会、山口県立法府高等学校大学で前講義、マクロ経済学の新規軸、ローマーモデルデパーチャーズ・オブ・スタンダード、マクロエコノミックス、 シーローマーモード山口平月企雑誌51643から663万2003から07から31山口大学に論文、0ド1100億482万3280、著者、京道隆史。ありがとうございます。